高橋と申します。あの、長時間のウェビナーで最後までを、あの、聞き届けいただき、本当にありがとうございます。えっと、私はですね、編集部に所属しまして、あの、月に1回程度、このコンバーティングウェビナーの時間をもらって、まあ、あの、コンバーティックの最新号から、あの、自分の書いた記事ですとか、そういった面白い記事を紹介したりしているんですけれども、まあ、今回はウェビナーウィークということで、まあ、たっぷり1コマ分の時間をもらいまして、まあ、来年4月号からスタート するデジタル版ですとかまた11月号あの今週ですね今週発刊したんですけれどもデジタル号の掲載記事などについてお話しさせていただきますでもしあの何かあのご質問とございましたら下のチャットの方からお尋ねください コンバーテックですけれども、前身の雑誌が1973年に発刊されて以降、まあ、ずっと紙媒体としてあの皆様にご愛読いただいてきたわけですが、と、まあ、りわけ若い世代の方々にお読みいただくのは、まあ、デジタル化が不可欠であろうというかねてからの思いと、またまあ昨今のコロナ禍で在宅 勤務でしたり、あのテレワークっていうのが一般化しまして、その中で企業のオフィスに雑誌をお届けしするだけでは、やはり皆さんに広くお読みいただけないのではないかと考えたのが発端になりますで。私自身も、あの日々のニュースはネットで読んで、まあ欲しい、あの読みたい書籍は紙で買ってっていうふうに、まあ、使い分けをしてますので、まあコンバーテックもその両方にお答えできる媒体である、あるべきだと考えました。 実際にはですね、今年の春頃から、まあ、編集部を中心に、まあ、制作部、営業部とともに準備を開始しましてで、新規プロジェクトとして進めてきたんですけれども、あのちょうど10月号からですねあの、プレイサービス版をリリースすることになりまして、まあ、こちらはコンバンテックの全ページではないんですけれども、まあ、一部を抜粋した内容を、まあ、あのリンクをクリックするだけで見ていただけるというような形になっております。 こちらは本当に無料で、あの、ご購読者様以外でも無料でご覧いただけるものですが、ただちょっとまだベータ版ですので、実際にご覧いただいて、使っていただいて不具合ですとか改善点などをお聞きして、来週には完全な形でお出ししたいという考えています。で、すみません。今、共有されている画面がですね、あの、本当今日ですね、今日リリースしました11月号のプレサービス版になります。 とこちらはあの先ほど申し上げましたように直リンクであのすぐクリックすれば見れるという感じなんですけれども、まあ、来週以降に本格的にリリースするあの本,本リリース版はあのこうした直リンクではなくて、まあ、ご購読者様に ID とパスワードをお渡ししてでそ,こそれを使ってログインしていただいてご覧いただくという形になりますただあのアプリとかのダウンロードは本リリース版も不要でしてこういったあのブラウザを使っておよ見ていただくということに変わりはございます。 まあ今回はちょっとすみません、プレサービス版についてお話しさせていただきます。でクリックして開いた段階ではこういった状況になっているんですけれども、ちょっとまあなんかタブが見えたりして、ごちゃごちゃして、ちょっと紙面もちっちゃいなということで、まあ、全画面表示にしていただくことで、ちょっとより見やすくなります。で全画面表示の方法はいろいろあるんですけれども、 ま、Windows の場合は F11 キーを押していただいたり、Mac の場合は、えっと、コマンドですかね、コマンドとコントロールと F を押していただく。あと、Chromebook などで使われている Chrome OS の場合は、あの、全画面表示キーというのがございまして、ちょうど F4 の位置にあるんですけれども、そちらをクリックしていただくと、あのー、見れます。で、私は、あのー、Windows ですので、ちょっと F11 を押して、ちょっと大きくなりました。 はいでえっと、こんなふうにです、ね、こちらの矢印で前後ろというのがございましてこういうふうにペラペラペラとめくっていくわけですね。であの拡大縮小はこの プラスマイナス。まあ、あの、この辺も、あの、一般的なソフトと一緒なんですけど、こういうふうに、ちょっと大きくしたりですね。まあ、ちっちゃくしたり。で、こういったこともできますし、ちょっと見えますかね。まあ、マウスでもですね、このクリクリ真ん中するマ,マウスホイール、スクロールホイールって言うんですかね。まあ、そこでも、あの、えっと、すみません。あれ。あれ。あ、こうでさん、すみません。ごめんなさい。こういうふうに、あの、拡大縮小を行っていただけます。 また右上のこの3本線ですね、こちらを押しますとヘルプが出ますので、操作方法、もしわからなければ、こちらをクリックしていただければ、見ていただけます。 で、こちらの、あの、まあ、これ11月号なんですけれども、あの、10月号のデジタル版を発行したときにですね、まあ、あの、アンケートを行いまして、で、そのご意見を踏まえて、いくつか改良を行っています。まあ、そのうちの一つといいますか、圧倒的に多かったのがですね、やはり目次が欲しいということで、まあ、こう、ペラペラめくっていくだけでは、どんな記事があるのか、広告があるのかわからないということで、で、あの、11月号から、 あの、目次の方を作りました。えっと、こちらの左端のこの部分ですね、これを押していただくと、こちらにこういうあの、何ですかね、まあ、あの、項目が出まして、まあ、広告ですと、こういうふうに押していただくと、こう。 ですかね。こう飛んでいくわけですね。見たいなっていうお客様の広告に飛んでいきますし、まあ記事ですとですね、まあこちらが記事とか、あの、原稿投稿いただいた、あの、原稿なんですけど、まあ例えばこちら編集長の,あのコラムですけれども、まあそういったのを見られたり、 まあ、こういった取材記事などが見れるようになります。で、こちらはまあちょっとタイトルだけという感じなんですけど、こっちを押していただくと、まあ画面が見えますので、まあなんかこう見ていって、あ、この、この機械何かなとかですね、そういった使い方もしていただけます。 えっと、まあ、目次についてはですね、あの、こうした形なんですけれども、目次の他にも、10月号のアンケートでは、まあ、見開きでなくて、あの、片ページがいいなというようなお話もありまして、まあ、要は、あの、10月号では、こう、見開きの、こう2、2枚を重ね並べて、あの、載せていたんですね。で、それ、まあ、載せていたんですけれども、まあ、そうなるとちょっと拡大縮小もちょっとやりにくいということで、まあ、あの、11月号ではこういうふうに片ページ掲載にしました。 あと、また、あの、紙版のコンバーテックをもうそのままデジタルにしてますんで、何てうんですかね、あの、3段組のところっていうのがあるんですね。例えば、えっと、特集の、あ、これ、ミツミツケミカルさんの記事とかですと、こう、3段組になってまして、まあ、あの、本だと気にならないんですけれども、まあ、デジタルですと、こっち読んで、あっち読んでっていうふうに3往復が必要になるので、まあ、非常にわざわしいと。でも、確かにおっしゃる通りですので、まあ、この点は、来春の、 本リリースまでには、まあ、デジタル版に、あの、適した形のレイアウトにしたいと思っております。で、またですね、あと、まあ、従来の紙版では、あの、皆さん、会社さんで、会社内で閲覧してみていただいてたと。で、その時に、あの、付箋を貼ったりして、ここ注目だよというような使い方してたってご意見があったんですけれども、あの、このプレス、 リリース版では、あの、プレイサービス版ではちょっとそういった機能ないんですが、あの、本リリース版の方では、この辺にペタッと付箋が貼れるような、あの、しか、あの、ことができるようになっております。そして、あの、このデジタル版の一つの大きな特徴がですね、あの、広告ページにリンクが貼れるっていう点でして、まあ、ちょっと戻りますね。ごめんなさい。 あ、そ、ま、アイムさんの、できますかね。あ、ごめんなさい。アイムさんじゃない。ミワキさん。テクノスマートさんの、できますと、あの、こちらの、この赤くなっているところですね。これを、こう、クリックしていただくと、あの、この、テクノスマートさんの、ホームページに、こう、って飛ぶわけですね。で、まあ、ご覧いただけるということで。で、ちょっと戻します。 という感じですね。で、あとですね、あの、こういう、まあ、例えば、みまきさんでしたら、この QR コードのところを、あの、にリンクが貼ってあったりですとか、アイムさん、アイムエンジニアリングさんもここで貼ってあるって感じですね。で、こちら、あの、シンクラボラトリーさんで、ここがあの、ホームページで、ここがあの、メールアドレスなんですけれども、まあ、ここをクリックしますと、何ですかね、あの、メーラーが、 起動しましてまて、あ、すぐにこここでお問い合わせが行えるとこれちょっと私のメーラーなんですけど、まあ、行えるということで、まあ、非常にあの使い勝手よくスムーズにあのコンタクトがしていただけるのではないかなと思います。でまたちょっと違う取りやり方として。 ですかね。あの、こちら、富士商工さんのビスコンって言います、粘土コントローラーなんですが、あの、この機械そのものにもリンクを貼ってしまおうという仕掛けでしてですね。で、ここで、あの、まあ、例えばちょっと押しますね。押しますと、まあ、そういう動画のページに行きまして、ちょっとこれ、音が出るので、ちょっとちっちゃめにしますけれども、まあ、動画をスタートしますと、まあ、ごめんなさい。で、こうやって見れるというわけですね。こういった形で、あの、お使いいただけると。 ということになります。ちょっと戻しますね。ちょっと待ってます。これ,これ消えないんですか。あ、消える。 これですごめんなさい。はい。えー、っと、そういった感じでお使いいただけます。で、皆様、あの広告を出される製品はいずれも主力製品ですので、まあ、YouTube ですとかあの、自社の特設サイトですとか、お持ちの場合が多いですので、まあ、こういったところとリンクを貼っていただいて、まあ、紙版では、まあ、用紙をご紹介いただいて、詳細は自社のサイト見てくださいっていうような、あ、紙版じゃない、デジタル版ですね。デジタル版では、まあ、用紙だけ見ていただいて、まあ、ここをクリックして、自社のサイトで詳しく見てください とそして、まあ、ちなみにですねえっとごめんなさいこちら <laughs> ですね 10, 10月号というのがこういう形でしてあのこういうふうにあの あの2面っていうんですすかねね、まあ、見開き状態だったんで,す、ね、でこういうペラペラペラ,ペラっていう音もするんですけどあのー、本を読んでいくような感じで私個人的にはちょっと気に入ってたんですけれどもやはりちょっとちょっと煩わしいよねっていうようなご意見もありまして、まあ、見栄えのところも考えてあの片ページにいたしました。はい、戻します。 ですね。こちら11月号の方です。で、10月号のアンケートでは、まあ、見やすさですとか、先ほどのページめくりの感じ、あと読み込み速度や、あの、全体的な満足度をお聞きしまして、まあ、満足度は1から、あ、ごめんなさい、1から十0の、あの、数字で、あのー、お答えいただいたんですけれども、まあ、この数字を、まあ、本リリースまでに可能な限り上げていくっていうのが目標です。 で、また、ちょっと余談になるんですけれども、そのアンケートで、あの、どのデバイスを、で、ご覧になりましたかっていう質問もしまして、あの、その結果ですね、96%の方がパソコンでご覧になっていました。で、これはちょっと、実は予想外でして、あの、電子書籍って言いますと、タブレットとかスマートフォンを使って、まあ、隙間時間を利用して、あの、読むっていうようなイメージあったんですけれども、あったので、まあ、そういったデバイスが、まあ、ある程度いらっしゃるだろうなと思ったんです。 予想してたんですね。でも、まあ、改めて、まあ、PC がほとんどということで、まあ、コンバーテックは、まあ、業務中にお読みいただく媒体であって、おまあ、お仕事にお役に立てる、ああの、ですかね、お仕事の相棒であるっていうような認識を強くしまして、まあ、デジタル版での開発でも、やはり PC に見やすいような、あの、機能であったり、サービスが重要だと感じました。 で、こちらの,あのデジタル版なんですけれども、あの価格の方はあの基本的に紙版と同じでして、まあ、一部、一、まあ、冊買いですと3300円で、年間の定期購読は3800円。まあ、いずれも税込みです。でただ、あの紙版を定期購読してくださっているお客様には、あのプラス11000円で、まあ、デジタル版の年間購読っていうのが可能になります。で紙版の定期の,のお客様には、あの年明け1月ごろ になると思いますけれども、弊社の方から郵送であのご担当者様にあのご案内をお送りしますので、まああのもしあのご興味ございましたらお手続きの方をよろしくお願いいたします。とここまではちょっと弊社のデジタル版の PR をちょっとさせていただいて、あのちょっと PR 職が強くて申し訳なかった申し訳ないんですけど、続いてはあのこのデジタル版の紙面を使って11月号の記事を紹介してまいります。 今回のテーマがあの新材料とサーキュラーエコノミーということですので、ちょっとそういったよりのお話をさせていただきますね。 こちらすみません私の記事で恐縮なんですけれどもあの、モータースポーツですね、鈴鹿とかですね、ああいったところを走っているレーシングカーの設計、製作を行うドームさんという会社を取材しまして、まあ、ドームさんではあの環境負荷の低い甘繊維ですね、この甘繊維ですね、甘繊維を強化剤に用いたあの部材を、まあ、自社のレーシングカーに採用されています。まあ、イメージとしては炭素繊維複合材料の炭素繊維の代わりに甘繊維を使う っていうようなイメージですね。で、失礼しました。えっとドームさんはですね、あの1975年に京都で創業した会社でして、まああの最初の作品であるこちらの写真に写ってますドームゼロというロードゴーイングカーの開発で非常に知られています。でまた4年後の79年1979年には、まあ世界的に有名なルマン24時間レースにもあの参戦されています。 で現在は、大手自動車メーカーさんからのレーシングカーの受託開発ですとか、まあ、自社での,あの開発が主力事業で,でその自社開発品の中に,中にあのドーム F1113 というあの車がレーシングカーがあるんですけれどもこちらがですねこちらですね。 すいません。ちょっとページ変えます。この、この写真ですね。ちょっと、ちょっと、あれなんですけど、あの、わかりにくいかもしれないんですけど、こちらの車なんですけれども、この車のこの矢印の部分、あの、コックピットの前のダンパーカバーって言われる部分の一部に、この甘繊維、複合材料を採用しています。 で、この、こちらの車ですね、ドーム F1113 という車は、去年開幕しました自動車レースの FIA フォーミュラリージョナルというレースがあるんですけど、そちらの競技車両に採用されたものです。でえっと、自動車レース、お詳しい方ももちろんいらっしゃると思うんですけれども、 まあ今申し上げた FIA フォーミュラーリージュナルは F1 を頂点とするモータースポーツで F3 と F4 の間に位置するクラスでして、まあ、そこに参戦するといいますか、まあ、出動する選手は全て皆さん同じ車に乗って速さを競うわけですね。でその同じ車というその競技車両にこの車が採用されたというわけです。 でそして、まあ、あの、この甘繊維複合材料自体そのものなんですけれども、こちらはスイスのビーコンプ社っていう会社の甘繊維を使っています。こちらですね。すいません、これですね。まあ、あの繊維と言いましても織物材料なんですけど、織物材料のこちらの左側のアンプリテックスって言われるものと、網状の材料のパワーリブというものを強化材に使っています。 で、アマー自体はですね、まあ、欧州などで栽培されている、まあ、一年草でして、まあ、種子はアマニアブ油とかになるんですけれども、まあ、繊維はその茎から取られます。で、天然繊維の中では、天然由来の繊維の中では非常に強度のある方だとされています。まあ、一年経ったらまた生えて、まあ、あの、枯れて生えて、枯れて生えてっていう感じですので、まあ、そういった資源の循環を、まあ、ものづくりに、にも生かしていけるというような考えでした。 で従来、レーシングカーにはまあ軽量で強高強度の,あの炭素繊維複合材料が使う CFRP が用いられてきまして、まあ、ドームの担当者の方もまあ炭素繊維でないとモータースポーツのやっぱ厳しい安全基準をクリアするのは難しかったと話されていましたただまあご存知のように炭素繊維はまあ製造時の,あの主に焼成時ですけれども CO2 排出問題などがまあ環境への影響が懸念されております で、一方、まあ、あの、アマ繊維は、あの、先ほどのように、まあ、環境負荷は低いんですけれども、まあ、引っ張りや曲げといった機械的強,機械的強度では、まあ、炭素繊維に及ばないんですけれども、まあ、合成といいますか、あの、変形のしにくさという点では CFRP と同等でして、まあ、製造時の CO2 排出量は、まあ、CFRP の5分の1程度に抑えられるとされています。 まあこうしてまあ厳しい安全基準をクリアするために CFRP を多用してきたモータースポーツ業界なんですけれどもまあこういった業界でも環境に配慮したまあサスティナブルなものづくりが始まっております、まあ、ドームさんによりますとやはり欧州ではモータースポーツ業界でも早くからこうしたあのまあビーコンプ社がかなり普及しているらしいんですけどビーコンプ社のアセイがあの採用されているということでした じゃあ、この実際にこの甘繊維をどう使っているかっていうところなんですけれども、まあ、あの、ドームさんでは、まあ、ビーコン部社からこの繊維を買います。で、買ったものを、まあ、国内、日本国内の樹脂メーカーさんとの協力によって、プリプレグを作ります。で、プリプレグといいますのは、この繊維に、あの、エポキシ樹脂を含浸させた中間材料なんですけれども、そういった国内で使、作った中間材料を、まあ、ドームさんの工場まで持ってきて、で、その工場でオートクレープによって成形しています。 で、取材の後にちょっと工場を拝見する機会を得ましてですね。すいません。ちょっと拡大しすぎですね。こうって感じですかね。こういう感じですかね。あっと ちょっとレポートとという形で記事にもしておりますちょっと説明しますと、まあ、こちらの右左の写真がです、ね、冷凍設備です。あのご存知のように、ね、ポキシ樹脂は熱硬化の樹脂ですので、まあ、室温でまあ放置すると、どんどん硬化していってしまうと、ですので、まあ、あの工場に付いたプリプレグはまあそのまま冷凍設備においてあの保管すると、使うまで保管すると、大体マイナス20度ぐらいで保管するということでした。 で、そしてじゃあ、いざ使いますよってことになりましたら、その型に合わせてですね、その部品の型に合わせて、こういうふうにカッティングプロッターで刃物で切り抜いていきますね。これちょっと炭素繊維なんですけれども、まあ、切り抜いていくといきます。で、切り抜いたものを型にまあペタペタと貼りまして、貼ったものをオートクレーブの中に入れます。で、こちらちょっと見にくいんですけど、ちょっと見えますかね。このピンク色になったもの、ちょっとなってますよね。これが型ですね。要はあの、あの、プリプレグを貼った型を あの、ま、ピンク色のもので包んでるんですけれども、まあ、そちらを置いて、皆さんそちらに中に入れてですね、だいたい、えっと、6時間ぐらい成形させるとのことでした。で、このオートクレーブちょっとサイズ感分かりにくいんですけれども、まあ、非常に大きくてですね、これ直径はだいたい2メートルぐらいで、この奥行きっていうんですかね、奥行きは3.5メートルということでした。 この右の写真はですね、非常に、こちらも非常に大きな5軸加工機でして、こちらはまあ複合材料というよりかは、自動車作りの中でま、またくさん金属部品作ります、使いますので、その切削ですとか加工に使っていると。でまた複合材料関係では、その型ですね、先ほど申し上げた型がまあ金属製でできているものもありますので、まあ、そういったものを削ったりするのに使うとのことでした。 で引き続き、続、まあ、こちらも引き続きちょっとレポートなんですけど、まあ、の自動車メーカーさんですのでいろんなあの切削機ですとか、まあ、試験機みたいなのがあります。で最後に拝見したのがあの先ほど、まあ、あの今回の主役でありますドーム f 1 1 1 3という組み立て作業中のものでしてこちらちょっと前の方からこの辺がコックピットなんですけど前の方から撮ったのとこちら後ろから撮っているもので,でこの辺にアルファロメオのエンジンが入ってるんですけれどもでまたこちらの写真ですね の左下の写真ですけど、これ、コックピットをちょっと拡大したものでこの、この輪っかみたいなものがあるんですけど、この,この輪っかみたいなのがあのハローと呼ばれる部分でして、こちらはやはりあのドライバーの,あの頭部を守る保護装置であります。レースの 会場はやっぱり前の車がクラッシュしていろんな部品が飛んできて非常にもう危ない環境にありますのでそういったものからレーサーを守るとで実際にやっぱり死亡事故があったということでその死亡事故をきっかけにこのハロの装着が進むようになったということでした でまた、こちら、この右端ですね。これはドームで今メンテナンスされている、ホンダの車のシビック t c r というもので、こちらは、なんか、いわゆるレーシングカーとは違って、我々が乗ってる乗用車に近いイメージなんですけれども、こちらも TCR というカテゴリーで走っている、ああ レーシングカーはレーシングカーでして、まあ、あの自動車メーカーとしましては、非常にあの一般車の面影を残しながら改造を加えるって、そういった車を走らせることで、まあ、一般車のプロモーションですとか、反則とかに役立てたいという狙いがあるとのことでした。 えっとそうですね。あの、自動車メーカーさん、まあ一般的な自動車メーカーさんのように、まあ機械的に量産化するという環境ではなくてですね、ほんとほんと一つの部品、一つ一つの部品から、まあほんとまあ手作業ですよね。手作業で、あの、車体として組み立てるまでに、本当に職人技が光っておりまして、こうした現場を見させていただいた大変勉強になりましたと言いますか、まあいいものを見させていただいたなという思いました。 でこちらの,あのドームさんの工場と本社なんですけれども滋賀県米原市にございましてあの新幹線の米原駅からも歩いて10分ぐらいの場所にありますあと,あとちょっとまだ時間がありますのでもう1本だけ紹介させてくださいこちらですね、えっと、ウェブファンドリング、まあ、弊社もちょっと力を入れてあのセミナーとかやってるんですけどもウェブファンドリング分野の研究のあの をされている、長岡技術科学大学の柳鍋名誉教授に、あの、記者がインタビューしたものです。ちょっと内容難しいんですけど、私にとっては難しいんですけれども。まあ、ただですね、あの、先生、柳部先生は、まあ、コンピューターシミュレーションの一つである、まあ、FEM 解析を用いてですね、まあ、ウェブのお礼ですとか、シワ、また、あの、巻き取りロールの応力の状態などを解明する研究を長年続けていらっしゃいます。で、例えばですね、ちょっと、 you no. 例えばですね、あのー、巻き取り時にニップローラーを接触させてその空気の巻き込み量を制御するというあの取り組みといいますかそういうやり方があると思うんですけれどもただそうすることで、まあ、ニップローラーを使用することで聴力が増大してしまって、まあ、傾きになってしまうという課題があります。まあ、それに対して、まあ、なぜあの聴力が増大するのかというところを、まあ、先生独自の解析技術によって、まあ、明らかにされているという。 まあこういったあの記事をこういったまあインタビューなインタビューの中にそういったあの明らかにされた内容を紹介しております。でこうしたまあ先生の従来の取り組みとともに、まあ、昨年お亡くなりになりましたまあ東海大学の橋本宏文先生のとの思い出などもお聞きしております。と今紹介しましたといいますかこちらの,あの,こ,のこの記事はですねすべてあのインターネット上でといいますかあのネット上で無料で あの、読みますので、ぜひ、あの、ご覧になってください。で、また、あの、アンケートをご用意してますので、あの、憚ないご意見よろしくお願いいたします。 えっと、すみません、長くなりましたけれども、私からの発表は以上になります、えっと。コンバーティングウェビナーウィークとしましては、16日から4日間ですね、本当に連日多くの方にご視聴いただきまして、またあの本日でも非常に活発にご質問をいただきまして、誠にありがとうございました。えっと、今後ともあのコンバーティングウェビナーとあの編集部の,このコンバーティックの雑誌の方もよろしくお願いいたします。えー、ご清聴ありがとうございました。